YouTuber ジェニー、クレカ不正利用で100万円の被害を告白。5日、YouTuber のジェニーさん、登録者数40万人が、クレジットカードの不正利用被害を明かしました。総額約100万円の被害がありましたが、幸いにもお金は使われていませんでした。ジェニーさんは、韓国のスイーツタンフルを食べながら ASMR を配信中にこの話を披露しました。銀行からの電話で不正利用が発覚し、カード情報が漏洩した可能性があると指摘されました。彼女はカードを処分し、視聴者に心配ないと報告しました。コメント欄には多くの心配の声が寄せられています。みんなの反応。カードの不正利用なんてひどい。もっと安全に使える方法が必要だね。ジェニー、マジで災難すぎ。100万円とかやばすぎて震えるわ。カードの不正利用、マジで怖すぎる。100万円とかありえないって。クレカの不正利用とかマジありえない。怖すぎて使えないわ。ジェニー、カード管理甘すぎじゃない。もっと気をつけてほしいな。カードの不正利用とかマジで勘弁してほしいわ。セキュリティ甘すぎやろ。ジェニー、冷静に対処しててかっこいい。不正利用怖いけど無事でよかったね。ジェニー、マジで災難だったね。100万円とかやばすぎる。気をつけなきゃ。ジェニーちゃんの対応マジで冷静でかっこいい。情報漏洩怖いけど勉強になった。カードの不正利用とかマジありえない。怖すぎて使えないよね。クレカ不正利用とかマジで怖すぎるわ。現金主義に戻るべきやな。ジェニー、冷静に対処してて偉いわ。さすが元アイドルやな。ジェニー、100万も不正利用されると格差、管理甘すぎやろ。クレジットカードの暗証番号設定大事だね。ジェニー無事でよかった。マジでやばい。カードの不正利用とか信じられない。怖すぎるんだけど。クレカの不正利用マジで怖すぎ。みんなも気をつけてね。クレジットカードの暗証番号設定大事だね。ジェニーさん無事でよかった。クレジットカードって怖いね。現金だけ使った方が安心だよ。カードの不正利用マジで怖いね。もっとセキュリティ強化してほしい。情報漏洩が原因ならもっとセキュリティ強化しないとやばいね。情報漏洩は本当に怖いね。もっとしっかり管理しないとダメだよ。ジェニーさんが無事でよかった。カードの管理は大事だね。情報漏洩マジで怖い。カード管理しっかりしないとやばいね。ジェニーの対応ナイスやん。クレカの管理は大事やで。ジェニーさんが無事でよかった。情報漏洩にはみんなも気をつけようね。ジェニーちゃん、無事でよかった。カードの管理、みんなも気をつけようね。情報漏洩とかマジで勘弁してくれや。100万とかシャレにならんわ。クレカの不正利用とかマジ勘弁。管理甘すぎやろ。ジェニーさんの冷静な対応、さすが。情報漏洩には本当に気をつけないとね。ジェニーさん、冷静に対処してすごい。これからも応援します。みんなの反応としては、ジェニーさんへの心配とクレジットカードのセキュリティ強化を求める声が多いです。少数意見としては、ジェニーさんのカード管理が甘いと指摘する声もあります。当チャンネルの意見として、ジェニーさんのカード不正利用被害は非常に深刻であり、驚きと恐怖を感じます。安全なカード利用方法の確立が急務です。視聴者の皆様もカード管理には十分注意を払ってください。